リプスを受け、今日は会話の練習。あ、そういえば、ゆかさんの質問、フランスパン、私アップした写真ね、アップした動画。あれね、まあ一緒に食べたじゃない、チャーハン食べるところ、屋台で。なんかその時は何だっけ、パンとパテ食べたじゃない。あ、そっかそっか。あの漬物はたまだ食べてないんだ。OK、じゃあこれね、あとであの動画説明しましょう。パパイヤの動画ね。はい、あとで説明ね。OK、じゃあ会話の練習ですね。会話の練習。1、A。OK、ね、これが、カボニ、カボ。これ、カボニ、スアッドライ。もう一回。カボニ、スアッドライ。カボはカバン、ニはこのカバン、このカバン、カボニ、OK、スア、スアは綺麗、綺麗が素敵、まあ意味がたくさんあるね、綺麗、素敵、可愛い、なんかたくさんありますねこれね、ドライですね、感じね、素敵ですね、感じね、このカバンは素敵ですね、カボニスアドライ。このカバンは素敵ですね。OK。パッメンルー、そうですか ?A が B が答えますね。パッメンルー、本当ですか?パッメンルー。OK。バッオー、こちら、ありがとうございます。という意味ですね。ナルペルチョール。ん?ちょっと待って。ナルペルチョール。あ、ビチエライ。これ難しい。書いてたカタカナだけど、これ直してくださいね。ウィチエ、ウィチエ、ウィチエライ。ヌペチョウウィチエライ。ボンスレイキニョン。バンアウマウキニョン。OK。ヌペチョウウィチエライ。OK。チョウは入ります。で、ウィチエライは、ね、大学。ウィ、あ、違う違う。ウィチエライは高校。すみません、高校。ウィチエライは高校。高校に入ったとき、高校に入るとき、ちょっと過去形は、ね、感じないよね。じゃあ過去形に使いましょう。バーンね。カンボジア人はね、過去形は適当だからね、使わないからね。バーン。じゃあ、ゆかさん外国人なので分かりやすいようにこれ使いましょう。使いましょう。ヌペバンチョウ、チョウは入る、入ります。バンチョウは入った、入ったときね。これが、ウィチエライ高校に入ったとき。で、ボンスライキニョン。ボンスライキニョンはこれね。ボンスライキニョンはここまでは、お姉さん、お姉、姉、あ、すいません、姉、姉。バンアウマキニョン。アウマキニョンはね、アウマキニョンはくれました。バンアウマキニョンはくれました。お姉さん、あ、姉さんが、姉さんがくれました。という意味です。で、宿題は1、2、1はここに入れます。2はここに入れます。OK、まず、これが、どうらさ、携帯という意味。互い交換な誕生日、これわかりますね。OK、これ2は1、2。OK、これはニエリカ、トーケ、トーケ。ニエリカ、トーケ。あとは、バーナリエカ、結婚しました。バーナリエカ、結婚しました。という意味で、ここに入れます。はい、お疲れ様ですね。また明日に会いましょう。はい。この長い道をつけてください。バイバイ。